政府によりますと北朝鮮は今日午前6時40分ごろ弾道ミサイルの可能性がある飛翔体一発を発射しました日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下した可能性が高いということですこの発射の直後に北朝鮮のキム・ソン国連大使はニューヨークで開かれた国連総会で一般討論演説を行いアメリカに対し 敵視政策をやめるよう述べましたまたアメリカが敵視政策を撤回すれば喜んで答えるとも話しアメリカ側が態度を変えることが対話の条件になると表明しました。